い、こんにちは。こんにちは、ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。さあ本日はメーカーズボイスということでゲストを呼んでおります。自己紹介お願いします。はい、ダンロップの上条です。よろしくお願いします。はい、なかなか忙しくてね連絡も取れないぐらい忙しい上条さんですけど、いや折り返した、斉藤さんもいなかった電話しないでくださいって書いてありましたそんな上条さんに今日はボールのことをお伺いしたいと思います。はい、やっぱり、テニスのボールっていうと、僕はもうテニスのボールっていうのはダンロップだと思って。ありがとうございます。はい、売れてるんですよ。売れてますよね。そりゃそうですよボールといえばダンロップですからね。シェアとしても大体なんですけど、7割ぐらいうちでも売れてる数としてはダンロップのボールを選ばれてるイメージがあります。はい、そんな中でちょっとこうボールについてってお伺いしたいと思うんですけど、はい、まず皆さんからも、まあ、たまにちょっと聞かれることがあるんですけど、ダンロップで一番ね、まあ、この有名なボールというとこのダンロップ4と、はい、ね、2個入り4個入りとありますが、こちらの試合球、はい、多分こう試合で使う数としてはこれが一番多いと思うんですけど、そうですね、このダンロップ4と、はい、次に売れてるボール、こちらのセントジェームス、はいはい、これも、ね、練習球という形ですごく人気はあるんですけど、はい、一体このフォートとセントジェームスって何が違うのっていうのは聞かれるんです。まあ、よく言われるその練習球と試合球、はい、まあ、公認球って言われるのは何が違うのって聞かれるんですけど、はい、簡単にまとめてください。簡単には言えないですねまあクオリティ、まあ、ありとあらゆるクオリティを高めた商品っていうのがフォートになってまして、まあ、それを、まあ、手間暇を抜いたって言ったらあれですけれどもやはりそこまで言い方あれですね、ちょっと しっかりめに説明させていただいてよろしいですか。じゃあどうぞ。はい、まあ、空気を入れるその内圧の安定感っていうのが圧倒的に高いのがフォートです。あの製法としましては空気入れるときに、コアゴムの中にエアを、あの要は噴射して、膨らませるっていうのが一般的なんですけれども、フォートはケミカルインフレーションというのを採用しています。要は薬剤を入れて、それを気化させて膨らませるというものになるんですけれども、そうすることで要は串刺しにして空気を入れて抜いてっていう作業よりも圧倒的にきちんとその内圧の量っていうのは確保できるというところでは、その品質が非常に安定している、それがフォートになります。はい、それに対してセントジェームスというのはあの今言った刺してエアを入れて抜く作業になるので、どうしてもやっぱりこのエアを刺して抜く際に少しやっぱ抜け漏れっていうのは発生してしまうので、まあフォートほど当然そのいろんな各社さんエアインフレーションっていうあのエアを入れてるボールが多いんですけれども、そのエアの中では非常に安定はしてるものの、そのケミカルには及ばないというところで、まあ、高い安いというような位置づけになっています。そうですね、あとお客様からやっぱりよく聞かれるのが、まあ、このペット缶に切り替わったボールも多いんですけど、はい、ボールって開けなくてどれぐらい持ちますっていうのはこれやっぱりよく聞かれる質問なんですけど、どうですかね。はい、まあ、そのお客様の保管状況なんかにもよってかなり変わってくると思います。ただ、まあ、私たまたま先月、1972年のボールをですね、はい、とあるお客様からいただいて、はいはい、まあ、まだそのスチール缶 で、 そうです、ね、まあ、デビスカップでこう、はい、試合球として採用されてたフォートを開けたんですよ、はい、ピシッと音が鳴ったんです。おただやっぱ握ると、はい、やっぱちょっと抜け感はあって、ね、はい、やっぱ永久にその内圧っていうのは維持できるものではないです。そうですね、大体僕らもまあ説明させていただくのに、まあ、1年ぐらいがいいとこかなっていう感じでは説明するんですけどね。やっぱ保管状況によりけりでやっぱ増減しますけれども、うん、やっぱり1年以内に使っていただくのがベストかと思います。うん、はい、そうですね。で、まあ、試合ではこのフォートやっぱりすごく人気はあるところなんですけど、はい、まあ、皆さん多く練習で使うっていうと、まあ、このセントジェームス、はい、そして HD、うん、そして、まあ、セントジェームスプレミアムと3種類出てるんですよね。はい、はい、そうですね。やっぱりこれも、選ばれる時に、まあ、お客様目線でですよ、
一番安いのでいいやって言われちゃう場合もあるんですけど、うんうんうん、どういう方にどれが向いてるかっていうのを教えていただきたいんですよ。まあそうですね、一番もうザ練習級と言われるのが、まあ、セントジェームスになります、うん、売上としても多分これが一番売れてると思いますね、うん、なのでここを基準に考えていただけるといいかなと思うんですけれども、はい、私どももその会社として直接エンドユーザーさんの方に、どういった練習級にどういったその機能性能っていうんですかね、望んでるかっていうアンケートを取ったことがありまして、圧倒的に1位だったのが内圧、はい、空気が抜ける速度が遅い方がいい、長持ちした方がいいというのが、うん、ありました。もうこれは過半数以上、本当に高い割合でそういったご意見があります、うん、でその後に、まあ、フェルトだとか、いろんなことがあります。インジが、例えば消えるのが早くない方がいいとか、いろいろある中で、今言ったその内圧に特化した商品っていうのがこちらセントジェームスプレミアムになります、はい、まあ、これが空気の抜け漏れだけで言えばセントジェームス比で 1.5 倍長持ちすると言われた商品になりますし、また浅井さん持っていただいている HD、 これはフェルトの耐久性がまあピカイチ、フェルトの付け方が違うんですけれども、やはりそこの耐久性を求めた商品になるので、それぞれのその使う方のニーズによっても買い分けていただければいいかなとは思います。そうですね、僕もやっぱりイメージとして、比較的長い期間、まあ、そんなにこうフェルトも傷まないからちょっと年配の方で、定期的に変えるっていうよりは長い期間同じボールで使っていくってなると、まあ、セントジェームスプレミアム、ちょっとこの中ではお高いんですけど、まあ、ここをおすすめさせていただいて、まあ、学生さんやっぱりよりスピンをかけて練習量が多い部活で使うって言われると、やっぱり HD がいいんじゃないかと、うんうんうん、はい、でまあレジャーも含めて多く使う方としてはセントジェームスっていうおすすめの仕方でさせていただいてます、ね、そうですね、やっぱりその、はい、私なんかは1回練習で使うと全部捨てて帰っちゃう、はい、まあ、海外育ちなので、まあ、セルフですか、なんですけれども、はい、やっぱり数多く使う、まあ、私なんかその4球で1面で練習をするイメージなので、うん、はい、やっぱり下手っちゃうんですよね、うん、4球で1面で2時間やってったら、うんうん、ただカゴで用意してる、うん、本当に、まあ、サークル、大きなサークルさんですとか、ね、はい、まあ、レッスンされてるテニススクールさんなんかだと、やっぱ球数が多くなると、うん、まあ、同じ2時間でも1球あたりに、ね、ヒットする数っていうのは変わってくると思います、うん、そうですね、まあ、そんな中で今斉藤さんおっしゃられたように、あんまりこうフェルトの消耗が激しくない、うん、本当にライトなって言ったらあれですけれども、うん、はい、プレイヤーの方にはやっぱセントジェームスプレミアムっていうのは、うん、打球感も柔らかいですし、やっぱり内圧が長持ちするっていうところではおすすめです。またヘビーユーザーですね、本当に回転もかけてくっていう方なんかはその HD のフェルト、ニードルフェルトというタイプのものを使ってますけれども、はい、まあ、そこの耐久性と当然内圧もですね、この HD っていうのはしっかり入れてますので、まあ、両方の観点から耐久性というのは持ち合わせているので、うん、バリバリやられる方には HD なんかはおすすめです。普段は何使ってます？まあ、練習というか練習するときは私はいろいろ使うようにしてます、はい、ただ頻度的にはやっぱりセントジェームスが多いですね。やっぱりね、この、まあ、今試合もすごく多いんですけど、やっぱり気になるのって、まあ、学生さん、はい、試合もすごく多いと思うんですよ、うん、で練習をやっぱり同じボールでこうずっと使い続けて変えないで、はい、いきなり結構試合になって新しいボールに変わる、うん、それが大丈夫かなってすごく心配になることが多くて、はい、やっぱり今ねどうしても圧は抜けていったり、うん、フェルトも傷んでくるんで試合になると急にボールのそのスピードが速く感じる、はいはい、今まで練習ってこうペコペコになったりのボールだと、うん、もう好き勝手打てちゃうんで、はい、ちょっと試合と練習の感覚が変わってしまうっていうのがあるから、やっぱり練習のうちにある程度いいボールを使っていく、うん、まあ、定期的にボールを変えていくっていうのも絶対重要なことかなとは思ってはいるんですけどね。そうですね、はい、やっぱりこうセレブな、ね、上条さんのように毎回ボールを変えるっていうのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、1週間とか2週間単位でどんどんリフレッシュしたボールを使っていただきたいかなとは思います、うん、あともう1種類ボールありますもんね。はい、こちらですね。はい、そうですね。AO。AO。これも大会で使われることも多いですね。はい、そうですね。
あのフォートとこの AO っていうのは大会で使われることが多くて、まあ主にその国内で完結する大会トーナメントっていうのはフォートを使うことが多くて、海外国際大会ですとか、あとはジュニアですね、海外にこうチャレンジしていくジュニアの大会なんかでこの AO を採用させていただいてます。大きな大会当然ね AO って名前がついてるぐらいですから、オーストラリアンオープンっていうところを筆頭に、まあ海外の ATP ツアーなんかでも何大会もですね今使われている状況です。そうですね、やっぱりちょっとここ2つ比べれば少し柔らかめのボールだと思っていただいて、はい、そうですね、うん、はい、フォートっていうのはもうそもそもテニスを楽しいと思ってもらえる、うん、思ってもらいたいがために作ったボールのようなもんなんで、そうですね、あの打球感が柔らかめ、球足が遅め、はい、どなたでも老若男女、皆さんテニスを楽しいと感じていただけるボールがフォートだと思っていただければ。うちでもやっぱりね、あの普通に一番売れてるボールとしてはあのフォートが一番売れてますし、まあ、一応ウィンザーオリジナルっていう形で2桁で書いてあるボールなんかも出させていただいてますが、うん、それぐらい人気がありますね。そうですね、はい、でもね試合級栄養も、ね、特にジュニアの子が大会前にまとめて買っていくことは多いですからね、はい、はい、そうです。ここら辺もね今在庫ちょっとなくなってますけど、はい、はい、ないですよね。大丈夫ですそう、ね、でもぜひねこういったボールの種類って、まあ、値段もあるんですけどいろんな種類があってその中で、まあ、使う方によって使う用途って変わってくると思うんで、うん、はい、あの今までずっとセントジェームス使ってたからそこっていくわけじゃなくて、うん、まあ、いろんなものを試していただきたいですよね。そうですね、はい、あのまあ、私ダンロップの人間だから、まあ、ダンロップのお話しましたけれども、うん、いろんなボールあの他のメーカーさんもありますし、他社のも使ってていいですか。私は勉強でいろいろ使います。だしやっぱりその好みってあると思うんですよ、うん、なので当然あのダンロップっていうのはもうフォートなんかね1961年から発売してまして、うん、もう61年、うん、あそうですね、経ちます。それだけやっぱり長く、まあ、作ってると品質のやっぱクオリティっていうのは必然的に上がってくるもので、うん、やっぱり安心して使っていただけるっていうところはあると思うんですけれども、うん、今はあのボールも多様化してきてますので、うん、まあ、いろいろ使ってみていただいて、ね、あの、はい、好みに合ったというかそのご自身が求めてる、うん、まあ、試合を目標にされているのであればそれに近いボールだったり、それと同じボール使っていただければいいですし、うん、そこはいろいろ試してもらえたらと思います。そうですね、結構やっぱり、ね、そうボールコーナーでこうじーっと立って、うん、まあ、やっぱり見るのって値段だけしかちょっと見るところがないんで、うん、ぜひねあの店頭でも話しかけていただいて、うん、どういうふうに使いたいかっていうところ、うんうん、結構マッサージで使いたいという方も中にはいらっしゃるんですよ。結構いるみたいですね。本当に多いんですよ、うん、特にねダロップの LP とかそれですごく売れてるっていうのがあったりするんで、はい、使う用途によってやっぱ買うボールも全然変わってくると思いますので、うん、お店の方でご相談いただければいいと思います、うん、ぜひね試合会場で春野さんにボールのこと聞いていただいてもいいと思いますのでね、はい、ここら辺はいろいろ種類ありますので、うん、ご紹介していきたいと思ってましたので。ちなみに斉藤さん、はい、ウィンザーさんでこのテニスボール、はい、種類何種類ぐらいあるんですか。ダンロップはもう当然全部お取り扱いしてますし、うん、他にヨネックスもまあ全種類、まあ、4種類ぐらいですかね、うん、と、バーボラも1種類、うん、ウィルソンも3種類、うん、とテクニファイバープリンスと、うん、全部で15種類ぐらいはあるかな。すごい量ですよ ね、 そうですね。それはポンと買えるないですよね、うん、ぜひそこら辺は迷ったお客様いらっしゃったらいますいます斉藤さんめがけて、はい、うん、ぜひね、うん、上条さんめがけて試合会場に来ていただければと思いますので、はいはい、以上でよろしいですか。はい、大丈夫です、はいね、ぜひご相談いただければと思います。本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。